私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。次のコーナーは納涼タックルの24時間耐久棒踊り。いや、そんなコーナーないですし、ちっとも納涼じゃないですよ。あ、そうだったな。せやけど、わしも棒踊り踊ろうかいな。おびわこつプリンスホテル。それはあれですよね、今年名称が琵琶湖大津プリンスホテルさんに変わった記念の年ということで誕生した琵琶プリ音頭ですね。おやで、なんと琵琶プリスタッフの精鋭メンバーさんたちがレコーディングにも挑戦しました。おお、みんな真剣やな。あ、タックルオペレーターしてるやん。そやけど、わしにはお声かからんかったな。おっさんの歌はあれですし。あれ？おっさんはスタッフじゃないですし。ほな、これでもあかん。はい、そしてさらに音頭の踊りもグランセフトスタッフさんが踊ってくださいました。ビワプリさん、みんな芸達者やな。ビワイチの打ち上げの日もお客さんにダンス披露してらっしゃるよ。ビワプリ音頭をビワプリ夏祭りで一緒に踊りませんか。8月16日火曜日夕方5時から琵琶湖大津プリンスホテルコンベンションホール近江の2階、プリンスミオくんと安野さんも一緒に踊ります。たてきや輪投げ、シードくじなどファミリーで楽しめる縁日&物産コーナーもあります。詳しくは琵琶湖大津プリンスホテルさんのホームページをご覧ください。待ってます。面白そうやな。安野さんも駆けつけてくれるんですよね。うん、駆けつける。かけうどんとつけ麺どっちも好きやけど駆けつけるです。安野さんお腹空いてますね。煮干し。煮干しじゃなくて図干しですね。そのお腹空いてる安野さんにぴったりの情報があります。8月16日のディナーブッフェと夏祭りで遊べるチケットが1000円分ついたお得なセット、通常大人6000円を CM を見たと伝えてご予約いただくとなんと 10% オフ5400円でご利用いただけます。なに、例えば CM を見たじゃなくて合言葉を、安野のさんなんにイケメン、あはあはやったらあかんの。いや、恥ずかしくて誰も電話で言えないですよね。それは頑張ったまま。さらにお子様のディナーブッフェのご予約で琵琶湖大津プリンスホテルスイミングプールご招待券先着100名様限定プレゼント。お、16日はプールで泳いで夕方5時から琵琶プリ音頭を踊ってディナーブッフェで食べて一日ビワプリさんで遊べそうですね。夕方5時からビワプリ音頭踊って、その後はプリンスニオくんやわしと一緒に写真も撮れるぜ。それじゃあ皆さんも音頭を覚えて一緒に踊りましょうね。テレビの撮影もありますよ。それではビワプリ音頭スタート。空に琵琶湖が
日和スペシャルプリン、もう一本いってみよう。わさび日和。それでは次のコーナーはタックルのコンテナ列車で行く大見の車窓から。あのコンテナ列車って車窓ないですから。さらにクーラーもないさかいな、暑いね。熱中症になりますよ。そんなことより阿賀町で行っている古代像発掘プロジェクト。お、今年で4年目言うて、あの春頃な番組でもやってはったな。そう、4年目にして大発見がありましたよ。地球はやっぱり回ってたんかいな。いや、あのそれ常識ですし。あ、そうか。そんなことじゃなくて。すまん、話の花折ってもうて。話の腰です。よっしゃ。実は180万年前のワニの化石が出てきました。わおー、ワーニング、ワーニング、噛まれへんようにしてや。あの化石ですよ。実はこの発見は新聞各紙にも取り上げられる大ニュースとなりました。この番組でもおなじみの多賀町立博物館の小早川館長にお話を伺ってきました。伺って。この4年間にですね、だいたい800人、延べ800人ぐらいの発掘プロジェクトのメンバーが関わっていただきまして、全部で1600点ぐらいの化石が見つかりました。で、発掘した期間が2ヶ月ぐらいなんですけども、今年のですね、四次発掘の2日目に、大きな発見がありまして、これは1600点のうちの1点なんですけれども、ワニの歯の化石が出てきました。第一の目的がアケボノゾウなんですけれども、それに勝るとも劣らない大きな発見でありますね。重要な点はですね、2点あります。で、1点目は見つかったワニの歯の歯がですね、今まで昔の琵琶湖の堆積物の中から出た中で最も新しい、つまり一番最近まで生きてたワニであるということです。で、2点目がですね、今まで見つけられてきたワニの歯とは形が少し違うんですね。で、今まではですね、細長いタイプのワニの歯で、これはどうもクロコダイル、マチカネワニの種類だろうというふうに、滋賀県内で見つけられてきたワニの歯はそういうふうに、大体推定されていたんですけども、それとは違うですね、太短い、寸胴なですね、ワニの歯が出てきました。アリゲーターという仲間のワニです。で、このアリゲーター科についてはですね、現在はこのアメリカの南部と、それから中国の揚子江流域、この2カ所にしかアリゲーター科は住んでいません。で、しかも、揚子江に住むワニはですね、揚子江アリゲーター、揚子江ワニといいまして、今もう絶滅の危機にさらされているワニでして、それが非常に今回出たワニの歯とよく似ていまして、ひょっとしてその揚子江ワニの歯ではないかというような推測をしています。ただ残念ながらですね、歯一本ではなかなかそこのところは確定的なことが言えなくて、これからですね、その揚子江ワニであるという証拠の骨を見つけていくというのもですね、アケボノゾウを見つけるのと同じぐらい重大な意味を持ってきたということになります。おそらくまだは出てきてはいませんけれども、それこそサイのような、よその同じようなコビアコソウでは足跡なんかも見つかっていますので、あるいはもっと古い時代のところではですね、骨も見つかっていますので、ここも生きていた可能性があるというふうに思っていますので、ゾウをはじめワニ、それからサイ、まだまだ夢は大きく広がるというふうに思っています。いや
やーみんな毎年地道につこつこと頑張ってらったもんな。いやあの違います、それを言うならコツコツです。おっさんもやっぱりアリゲーターだと思いますか。ほやけどアリが桁吐いたら一人六足やからなかなか大変やな。スルーします。このニュース地元タガでもニュースだったみたいですね。誤解な。タガ町でワニの化石が出てどう思った。びっくりしました。この辺りにもワニがいっぱいいたかも。ちょっと怖いです。確かに今ワニが行さんおったら怖いし、ワーニングやわな。そのダジャレ押しますね。このワニの歯は多賀町立博物館に展示しています。皆さんぜひ一目ご覧ください。あの実際はかなり小さいさかい、老眼のわしはだいぶ離れたとこから見るさかいな。そうですね、こんなに小さなものを見つけられたということは発掘している人はものすごくしっかり調査してたんでしょうね。あのそれからもう一つ多賀からの情報がありますよ。おっさん、多賀に SL があるって知ってますか。 SL？ いや、わしは XL でもちょっときつい感じやけど。いや、あの服のサイズじゃなくて機関車の SL です。あ、聞いたことある。機関車の客車をなんか客室にしてこう宿泊できるようにしてあったやろ昔。あ、そうです。その SL が展示されてるんです。おー。その後展示されるだけになっていたものを多賀町の有志でもう一度盛り上げようと2016年8月11日山の日に多賀 SL アクションと題してパネル展示や歴史の解説、そして多賀を盛り上げる SL の活用方法を考える催しをされるそうです。興味のある方はぜひ参加してくださいね。これまでの常識の多賀を外したアイディアが出たらええな。多賀だけにってことですか。これオチとしては弱いですね。あ、そうな、そうな、そんな、これ以上無理やで。多賀にしてよ。あ、以上です。ショーベさん、ご苦労さんです。お疲れさんです。もう落としていただいて結構でございます。ビバビオガーさんのビバビワおみくじ。どのキャラを選ぶ。おい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 、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。京都駅のゼロ番ホームは東急がよく見逃し配信やってるよ YouTube で見てな。